どうもみなさんこんにちは。うぷ主のリクトです。どうもみなさんこんにちは。ゆっくりの霊夢だよ。今回は何回連続でチートを検知されずに、アラセルカチャレンジするよ。うお、またやばいことやってるわね。今回のワールドは入るときに、何もダウンロードされなかったし、多分楽勝だね。何かダウンロードされるとまずいの？嵐対策のためだったり、マイクラにもっと追加要素入れるためだったり、サバ主が何らかのモド的なものを入れていると、ワールドに入る前にダウンロードさせられるんだよね。統合版にもモド的なものはあるのね。まあ、僕が統合版をまともにやり始めたのが、1.17.41 からだから、そんなに詳しくはないんだけどね。重かったのでカット。なんだこの家。内装はしょぼいね。あくまでも仮拠点なのかな。人発見。豆腐ハウスだ。豆腐ね。この人たちが離れたらチートブロックで荒らすよ。みんな、離れたらまずいぞ。離れるまでカット。よし。みんな離れたな。チートブロック出す前にウィザーで荒らすよ。なんでウィザー出すの？ワンチャンチートブロックが検知されるかもしれないからね。もし検知されたら全く荒らせないし。いでよウィザー。おっと、ここピースフルかよ。サバ主よくやったわ。これでここのワールドはずっと平和ね。なわけ。はい、抜け扱おうと思ったけど、面倒だしチートブロック出すよ。1回目は検知されませんでした。次行きます。今回のワールドはダウンロードありです。ワンチャンチートブロック持った瞬間、チートブロック消されて何らかのコマンドが発動するかも。うぷ主また荒らすの？もちろん、今回の企画は検知されるまでだからね。家がある？早速漁ってみよう。いいものないね。マジでプレイヤーがいない。人がいないのは嵐にとっていいことじゃないの？まあ、確かにそうだけど、透明化になって僕をストーキングしてないかが心配だな。でもチートブロック視認されてからじゃ手遅れなんだし、ストーキングされてても大丈夫か。何これ？気にせずチートブロック出しますか。うぷ主やめるなら今よ。マジでやるの？そうだね。うわ、起き上がった。今回も検知されなかったね。じゃあ早速チャットの反応とともに変化を楽しもう。
いや案外検知されないもんだね。うわぁ、荒らされてかわいそう。長引いちゃったし今回はここまで。チャンネル登録と高評価忘れずに、低評価でもいいので押してから帰ってね。それではさようなら。